キャサリン・フルボディのとあるワンシーンを紹介します。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。国会の部屋へようこそ。お前誰だ。管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界はね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい。まあいい、どの道あんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。はあ、ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。あなたが恋人に求めるものは何ですか。自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。選んだのはそっちか。ちょっと意外だな。何者なんだ。全部お前の仕業なのか。言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。あんたの周りで何が起きているのかを。じゃあ次の試練に向かおうか。来たね、迷える子羊さん。さあ次の質問だ。あんたの価値を僕に示してよ。おい、ふざけんな。一度でたくさんだ。たった一問で命の価値なんて測れるはずないだろう。ましてやあんたの未来は一つじゃない。第2問です。結婚とは人生の新たな幕開けですか、それとも墓場ですか。あんたそっちを選ぶんだ。なるほどね。ここは全体が巨大な聖堂でね、全部で8つの階層がある。待った、つまりそれゴールがあるってことか。ただ最近は世界の変化も激しくてね、この先何が起きるかは保証できない。当たり前にあると思っていたものが急に失われるのはよく聞く話だろ。予感がするんだ。この世界始まって以来のとんでもないことが起きるんじゃないかって。先を気にしすぎても仕方ないか。すぐそこで恐ろしいものの声も聞こえるしね。さて準備はいいかい。よくねえよ。一体何が狂ってんだ、畜生。